こんにちは、ヒトです。今日は 6K から届いた荷物の開封をしていこうと思います。よろしければ見ていただけると嬉しいです。早速開けていきます。ちょっともうずっと楽しみにしたものなので、わあ。今日はロゼの写真集がついに届きました。ファーストプレオーダーオンリーって書いてますね。わあ、これ1時と2時とあとそれ以降で入ってる特典が違うから、こういうシールが貼ってあるんですね。めっちゃ可愛い。じゃあちょっと まずこのこれですね。袋だ、袋めっちゃ大きいな。思ってたより全然大きいです。R のわーロゴがついてる袋ですね。かわいい。これ入るようになってるのかな。ちょっと入れてみます。試しに。ちょうど入るようになってますね。わあ、めっちゃかわいい。ちょうど入ります。絶対写真集なんか持ち歩かへんけど、持ち歩こうと思ったら持ち歩けます。かわいいな。これ入れたらもっとかわいいですね。わあ。しかもこの袋は一時予約で購入した人しかついてこないものなので嬉しいです。本当に取っ手がちょっと長めなので腕にかけて持つ、普通に持てそうですね。肩はちょっときついと思うけど。わあ、これが一時予約でついてくる R の袋でした。ちょっと横に可愛い。で、私は YG セレクトでの特典が欲しくて、6K の YG セレクト特典付きを買っていて、多分このポストカードが YG セレクトの特典 で今ちょっと1枚後ろになんかカードみたいなのがあるんですけど、このカードはどこで買ってもついてくる一時予約の特典だと思います。なのでちょっと見ていこうと思います。じゃあまずこれが一番初めのポストカードですね。かわいい。ロゼイアーツフォトブックスペシャルエディションって書いてます。かわいい。あー、これ天使のロゼですね。かわいい。で、これがあ、もうカード見てた。これがあの天国に行った後の、天国っていうかあの上に登り詰めた時に見える景色みたいな時の帽子、すごいでっかいのかぶってるロゼですね。上は全部一緒です。あれ、ん、普通にトレカでした。ポラロイドだと思ってたらトレカでした。これは何だろう。これも特典なのかな。 YG セレクトのかわいい。この写真でもなんか結構使われてますよね。これは YG セレクト特典多分でした。ちゃんとあんま、もうだいぶ前に予約したのであんま覚えてないんですけど、じゃあ早速写真集をちょっと開封していこうと思います。写真集はちょっと中身がいつも通り見せないので、ちょっとだけリアクションを入れたら終わりぐらいになると思うんですけど、すみません。この大きさがどうやったら、これあのジェニーのソロの、これ持ってらっしゃる方あんまいないかな。ジェニーのソロのフォトブックなんですけど、それと比べてもこんな感じですごい大きいですね。金額が結構、ジェニーのソロとかは割とお手頃だったんですけど、ロゼの写真集は結構高くて、まあちゃんとしたやつがすごい結構がっつりしたのが来るんだろうなと思ってたんですけど、想像以上にでかいですね。ちょっと開けていきます。
このステッカーも一応取っとこう。これが、わあ、でか。これが、ここに、なんかここを開いたらポケットがついてて、ここにあれがついてるのかな。あ、わあ、え、これマジやん。これめっちゃ、え、これ、これチェキ本物なんですかね。わあ、え、どういうこと？めっちゃ可愛いし、しかも、なにこれ、な、ん？これなんか、ちょっと、え？本物のチェキでした。本物なのかな？ちょっとわかんないですけど。いつものなんか、印刷されてるようなものじゃなくて。わー、かわいい。これすごい。こんなの作れるんだ。あともう一枚入ってますね。あ、ステッカーです。かわいい。あ、2枚入ってる。2枚入ってるってことは1枚使ってもいける？使えないですね。かわいい。鼻になってますね。なにこれ、すごっ。あともう一枚入ってますね。うわ、あとポラロイドがもう二枚入ってました。こっちはリアルなやつじゃないですね。え、これ何？これ初回限定版に入ってるやつですかね。これがロゼの、ロゼのちょっと待って、動揺してる。これ何なんだろう。これがロゼで、これがロゼです。当たり前のこと言ってる。ロゼでした。かわいい、かわいいです。ちょっと待って、頭が回して、これってみんなについてくるのかな。ちょっと後から調べよう。かわいいです。ロゼが2枚ついてました。あ、もう1枚ありました。何これ、初回限定版についてくるやつかな。いや、とか調べる。これがもう1枚でした。3枚入ってました。すいません。めっちゃ可愛い。全部か、そう、こういうなんか印刷だとなんかこういう感じというか、そのチェキ風みたいな感じなんですけど、これがガチのチェキなんですよね。一時予約で買った人にはガチのチェキが全員ついてくるってことなんですか。すごくないですか、それ。贅沢だ。はい、これ以上はもうなさそうですね。うん、ちょっと私が後ろでキャキャ言ってるのを最後に軽く挟んで終わろうと思います。よいしょ、すごい、わー、これめっちゃいいですね。マジで可愛いな。わあ。うん。一番初めは、あ、歌詞がちょっとずつ入ってて、一番初めはあの全力で走ってる時のロゼちゃんですね。次が紫の衣装の切り口に乗ってる時のロゼちゃんの衣装で、いや、めっちゃ可愛いな。わあ、マジで可愛い。で、次がなんかバラ畑のロゼちゃんですね。バラ畑？めっちゃかわいい。いける？どういうこと？めっちゃかわいいね。わあ、負けた。ラジルでラベスフェイクの時のロゼちゃん。かわいい。綺麗。わあ、あ、すごい。ビハインドの、わあ、かわいい。わあ、かわいい。ビハインドの素のロゼちゃんがめっちゃ入ってる。あ、ラベスフェイクの時 の、 あの後ろにいっぱい立てる白いバラのロゼちゃん。あー、これね、かわいい。いやー、これ最高ですね。後からゆっくり見よう。このチェキだけがめっちゃ謎なんやけど、これみんな入ってんのかな。ちょっとチェキだけ調べてきます。これ何、一瞬なんかこれなんか当たったのかと思ったんですけど、一時予約だったらみんなこのインタックスフィルムが入ってるみたいですね。わー、
これなんかめっちゃテンション上がるんで、絶対一時予約のやつ買った方がいいですね。まだ 6K とかだったら売ってるんで。はぁ、かわいい。もう宝にしようと思います。はい。では本日はロゼのフォトブックがやっと届いたので、そちらの開封動画を撮りました。本当に良かったので、もしまだ買ってないロゼファンの方とか、あのブラックピンクのファンの方がいたら絶対買った方がいいです。めっちゃおすすめです。はい、私は後からゆっくりもう一回眺めようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。